辻第一2月6日から2013年1月4日は、日本の医師、政治家、元衆議院議員、京都府京都市出身、京都大学附属医学専門学校を卒業後、1949年、伏見保健所勤務を経て、1955年医療法人岡谷会、岡谷病院に勤務、1963年には、同、 片桐民主病院長に就任。1979年の衆院選で、奈良県全県区から出馬し初当選を果たす。以後通算6期17年衆議院議員を務め、2000年に引退を表明する。議員在職中は、共産党奈良県医療対策委員長、衆議院内閣、決算、運輸、建設の各常に委員。 道交通安全特別委員などを歴任。建築確認及び検査の民間解放などを盛り込んだ建築基準法改正に反対の立場から政府の姿勢を正した他に大滝ダム管制に地滑りの危険性を指摘した。また、ドクターヘリを導入する要先駆的な提起も行っていることでも知られる。ミニ連の医師として患者を見る中で 政治の貧困さを感じ、1966年に日本共産党に入党。1976年の衆院選に初挑戦して、約6万票で落選し、次の79年の衆院選で、生命と暮らしを守ると訴えて、約9万票を獲得して3位当選を果たした。共産党としては、竹村奈良一以来、実に30年ぶりの議席である。 奈良市柴辻町の選挙事務所は、駆けつけた、党員、支持者らの喜びが爆発したという。この選挙の盛り上がりを、共産党奈良県委員長であった、渡辺範博は、野の仏が立ったと述べている。医師としての献身的な活動と人柄の良さから、多くの人から支持を集めた。スローガンは、命第一、辻第一、と国会議員団の健康も気づかった。 また、選挙の応援に駆けつけるときは、奈良市の東向き商店街の直径20センチほども、ある三笠を差し入れたという。2013年1月4日、人不全のため死去、去年86。葬儀は7日に、奈良山会館で行われた。5月26日、ヘグリー町の星のお墓地にある、日本共産党奈良県委員会活動家の墓に、合葬され、 10月5日、東京都八王子市の上川霊園にある、日本共産党常任活動家の墓に合奏された。2013年1月6日付、新聞赤旗の不法には、辻定一とある。AB 不法、辻第一三八十六歳イコール元、共産党衆議院議員、毎日新聞2013年1月5日付。他、読売新聞、朝日新聞、 日本経済新聞、産経新聞及び時事通信配信記事にも、同様の情報あり。規制緩和で検査民間任せ、耐震強度偽造背景に、崩壊悪事、公、民など、推進共産党は危険性指摘、新聞赤旗2005年11月19日付、完成しても使えない水入れ直後地滑り計画当初230億円、6回増額3640億円。 奈良、大滝ダム、新聞赤旗2009年11月13日付、衆議院会議録情報第126回、国会交通安全対策特別委員会第3号、国原府。奈良新聞2013年1月8日付、辻大一三作用なら奈良県議会議員、今村光子ブログ、みっちゃんの日記2013年1月8日付、辻大一先生。 ありがとうございました。山戸郡山市会議員、松田光ブログ、松田光、奮闘期2013年1月5日付辻第一、現衆議院議員のご請教を痛む。衆議院議員、国田刑事 HP、活動日誌国田が、かける区2013年1月8日付、新聞赤旗2013年5月30日付、10月6日付、 国会議員白書東京大学先端科学技術研究センター菅原研究室1月17日閲覧衆議院会議録情報第140回国会法務委員会第12号1997年ありがとうございます